こんにちは、センターシールのビデオメイキングアーカイブ IL 通信の第17回を始めたいと思います。よろしくお願いします。今日は3本目あのマイルストーン2に到達したので、なんか次がやりたくなってきた感があります。前回最後、次何やろうかなみたいな話したんですけど、今回は、まあここをやりましょうかね。あと、まあ軽い積み残しの部分を、まあちょこっとずつ解消しとくみたいな感じで、多分1回分やれるんじゃないかなと思っています。はい。で、ですね、まあ前々からずっともう何度も言っている、インデックスという名前の何かが多すぎる件を、まあ今のうちに何とかしたいなと思うので、まあちょうど区切りがついたのでやっておきましょうかね。問題の元凶になっているのはデコードコンテキストの中でですね。まあ、これとこの周りの実装ですね。で、まず、喋ってて気になったのが、このスタックインフォメーションポジションとか、スタックインフォメーションポジション、インフォメーションズポジションとか、ありすぎだ、お前みたいなのがあるので、このあたりをまずわかりやすくしますかね。まあ、どういう名称にすれば分かりやすいんかなっていうのはあったんですが、まず問題の元凶がこれ、スタックインフォメーションズポジション。で、まあこれは、要するにこれの現在の位置を指してるんですけど、ぶっちゃけのスタックポインターなんですよね。で、ホワイトボードでも説明してるときに、もういい加減なんかめんどくさくなってきて、自分でスタックインフォメーションズポジションって命名しておいたにもかかわらず、スタックポインター、スタックポインターって言ってましたよね、ここ3回ぐらい。なので、こいつスタックポインターにしましょう。スタックポインター。はい、変えます。まあ、リファクタリングでザクッと一括で変えちゃいますね。で、あと、どうしようかな。これもね、なんかそれに合わせて変えたいような、変えたくないようなって感じですね。これ何に相当するかですね。スタックフレームとかですかね。でもフレームっていうとなんか、そのスタックに積まれたものの、なんかこう、一塊のような気もするし、スタックトレースではないですよね。なんだろうな、まあやっぱスタックインフォメーションズリストかな。ちょっとなんかこの複数形が重なってるところも、もう構造的にその通りなんだけど、なんか嫌な感じですよね。なので内側に格納してるスタックインフォメーションズっていうのもなんか名前を変えたい感じはしますよね。まあただその前に、今せっかくこのスタックポインターっていうの名称に変えた部分で、この値を使い回しているところも、名前が一致してなければそれも全部直すようにしましょう。どこかな？この辺はアサートだから別にいいですよね。アサート。こんな感じなんですよ。まあ、ちょっと微妙に分かりにくい。そうですね。スタックインフォメーションズのコンストラクターに渡してますね。これももう名称直しておきましょう。ここ、スタックポジションにやってますね、ここは。こいつはスタックポインターに変えます。そうすると、これはこっちへ転送されて、こっちなんかポジションになってます。これもスタックポインターに変えます。で、このメンバーですね。メンバーも同じように、変えておきます。こういう感じ。はい。で、いいかな。とりあえずは。なんかちょっとカレントスタックポインターとかね、もうちょっと具体的な名前にしたい感じも少なからずするんですが、まあ、とりあえずこれでいいことにしますか。
このインデックスもなんか嫌ですね。スタックインフォメーションポジション。これもですね、問題は。これは、現在のそのスタックポインターが指す位置にある、その複数の、方の、候補ですね。それのどれを使うのかみたいな、どれを今選択中なのかっていうのを表してるんですね。選択中っていうのを入れますか。なんだろうな、セレクテッドスタックインフォメーション。セレクテッドスタックインフォメーションとかにしますか。あれどこ行っちゃった。今、これですね。こんな感じ。全部変えますと。うん。セレクテッドスタックインフォメーション。そうですね。これ、セレクテッドスタックインフォメーションを、その、最大値の更新にするか、見つかったインデックスにするか、みたいな感じですね。まあ、これもちょっと、微妙ですけど、まあ、いいか、これで。セレクテッドスタックインフォメーションインデックス。もう長すぎるしな。まあ、とりあえずこれで、大元で使ってた、いわゆるスタックポインターとは、まあ、区別がつくようになったので、まあ、これはこれでいいってことにしますか。あと、これですね、スタックインフォメーションズって書いてあって、まあその通りなんだけど、そもそもこれクラス名とかぶってますしね、ここの中に入っ、このリストに入っているのは、型ごとに、型ごとの候補ですよね。型ごとの候補がリストに入っている。そうだなぁ、スタックインフォメーションバイタイプ。なんかしっくりこないですね。難しいなぁ。タイプとスタックインフォメーション。なんかいまいちですね。でもなんか僕の名称が似てるんで、はっきり区別がつく名前にしたいなっていう気がするので、とりあえず変えてみますか。とかにして、はい、で、ここも変えておきたいですね。コンストラクタ引数も、こいつにな、変えておきます。まあ、これでいいのかな。そうすると、このセレクテッドスタックインフォメーションもちょっと、あれですね。セレクテッド、でも一緒か。同じことかな。タイプとスタックインフォメーション。まあ、そうか。これでいいか。まあ、区別はつくからいいですかね、これでね。はい。で、これもいい、これもいい、いいですね。はい。で、あと、その外郭となる、スタックインフォメーションズというクラス名、これと、それの一個一個の要素であるスタックインフォメーションで、このスタックインフォメーションという名前を気に食わないんですよね。まあ、分かったような、分かんないような、みたいな。まあ、そんな重要でもないですけど、二つの値を保持っているだけなので、そんな重要な話ではないんだけど、まぁ、ちょっと気にはなりますね。ちょっとこう、書いておいておきますか。まあ、いいか、これで。強いて言うと、こっちをちょっと直した方がいいかなって気はしますけどね。スタックインフォメーションホルダーとかにしますか。迷うな。
まあちょっと直してみますか、試しに。どんな具合か。はい。で、ちょっとこいつ開業しますね。これを使った、ちょっとこれもなんか嫌だからこうしとくか。うん。こいつを使ってるところがここですね。スタックインフォメーションズリスト。この名称も嫌ですね。で、今ちょうど、これ、スタックインフォメーションホルダーっていう名前に変えたので、それのリストだから、ちょっと長いですけど、ホルダーリストとかにしときますか。これ、ね、スタックリストでもいいかもしれないんですけどね、対応するそのインデックスというか、位置を表しているのがスタックポインターなんで、スタックリスト、いっそのこと、こうしますかね。はい。で、まあ、そうしたとして、ちょっとこの辺は区切っておくか。こういう感じかな。あと、あと、ターゲットインデックスも気になってたんですよね。これも意味わかんないで、何を指してるのかよくわかんないですよね。なので、IL バイトオフセットとかいう名前にしますか。オフセットって言うとマイナスの値があり得るのかみたいな話になるような気が。これは初期値で無効の値を表してるんで、マイナスにわざとしてるんですけど、普通はマイナスの値にならないですね。0以上なんで。なんかしっくりこないですね。まあ、しょうがないか。で、まあ、じゃあ IL バイトオフセットにしたとします。で、まあ、この辺いいですよね。デコーデッドパスナンバーズにこれを適用してるっていうのはいいのかみたいなのは直感的によくわかんないですね。これもちょっと微妙な感じはしますけど。まあ、いいです。そこはちょっと置いときましょう。で、ずっと見ていきます。この辺も大丈夫です。で、ラベルのところも、この名前も良くないですね。違うわ。IL バイトオフセット。こんな感じかな。あれ、さっき何にしたっけ。そうですね。そう。こんな感じで忘れちゃうんですよ。直前にやっと名前つけたからね、もう忘れてる。はい、そんな感じ。まあ、全然余談です。関係ない話です。で、メイクラベルネーム、これ、あれですね。プライベートの変数参照しても大丈夫なので書き直しておきます。で、あと、ここですね。で、これ IL バイトオフセットにさっきリファクタリングで勝手に置き換わってるんですけど、そもそものこの名前をどうしようみたいな話はありますね。あと、これなんですよ。この IL バイトオフセットっていう名前がいまいち、さっきこう命名したのに、わかりにくいなと思ったのは、このトランスファーインデックスで、引数にオフセットを指定するんですよね。これは、プラスの値とマイナスの値両方ともあり得る。要するに前方に飛ぶか後方に戻るかみたいな感じで指定できるので、イントで、それのことを称してオフセットと呼んでいると。なので、このIL バイトオフセットはなんかいまいちだなぁとは思ってるんですよ。そうだなぁ。どうしようかなぁ。やっぱり IL バイトオフセットじゃなくて IL バイト、インデックス？間違えちゃった。IL バイトインデックスにしますか。まあ、ターゲットインデックスよりはマシかな。
アイルバイトに関数何かのようには見えるので、で、オフセットはプラマイの値がいけるっていうふうに考えれば、まあ、これはこれでありですかね。で、まあ、ニューインデックスでセットインデックスと。うん、まあ、これはいいかな。これの名前。アイルバイトインデックスにしますか。こいつはパブリックなんで外から一応参照可能なんですけど、まあ参照可能といってもこれを使ってゴニョゴニョはやってないかな、やってないですよね確か。そんなことはやったかな。あ、 VR コンバーターで見てますね。あれ、これってアイルバイトインデックスで、ああ、ニューパスを指定するときに計算してその結果を、パスに入れてるんですね。だからこれはどうしてもいるか。しょうがないですね。ただ名前がまたオフセットっていうのはあまりよろしくないですね。まあ、ちょっとこれ、リージョンの名前も合わせておきます。アイルバイトインデックスとかにしておきます。で、セットインデックスは、ニューインデックスですよと、ここで間違いを犯さないように一応アサートしておきますか。ニューインデックスは必ず0以上の値である必要がありますと。まあそうですよね。こっちはマイナスでもいい。ですね。はい。あ、いいか。これ例外発生しますね。この後ここでチェックしてます。ごめんなさい。はい。こんな感じかな。トランスファーインデックス。ジャンプの方がいいかな。なんかこの辺の名前もいまいちしっくりきてないです。正直なところ。まあいいか、しょうがないですね。はい。で、次。スタックリスト、スタックポインター。まあ、この辺いいですね。あ、やっぱりなんかいいですね。スタックリストの方が今この if パッと見て、なるほどみたいな感じで、なんかパッと分かったんで、これでいいような気がしますわ。から、スタックインフォメーションズホルダーを使っているところ、ここ、まあ一応名称を合わせておきましょうか。あ、間違った。はい、いいですね。で、スタックポインターを渡してる。ああ、かなり分かりやすくなりましたね。はい、スタックポインターが示す位置のスタックリストから、そのスタックの情報を取ってくるという流れですね。はい、大丈夫ですね。で、ゲットはアットしてますと。まあ、良さそうですね。で、ポップスタックは、これも、スタックポインターを操作してますと。1以上だったら、スタックの位置をそこに向かって1個ずらす。で、そこの位置の、ゲットカレントで、情報を取り出すと。まあ、問題ないですね。で、延期します。あれですね。残解析対象パスの情報ですね。まあ、このブランチターゲットインフォメーションも問題ですね。パスなんとかみたいな名前にしたいかな。パスアナライズターゲット。なんか微妙な、なんかしっくりこないな。あ、それともう一つ、この延期ニューパスのこの引数、このオフセットもダメですね。これは、アイルバイトインデックスかな。で、はっきり書いておきますか。でないとなんか間違いそうですね。
っと長ったらしいですけど、他、そういえばさっきもありましたね。あ、ちょっと待てよ。アイルバイトインデックスにすると、メンバー変数と区別がつかないか。どうしようか。インデックスにしといた方がいいかな。うわ、インデックスって書くと途端によくわかんないものになりますね。やだなぁ。こいつどうしたっけ。IL バイト、あ、これ IL バイトオフセットのままになってるな。ちょっとピークで。よいしょ。あ、これ良くないですね。あ、こいつはスタティックだから、これでもいいけど、もう同じ名前だと怖いですね。そうなんですよ。僕、メンバーフィールドにアンダースコアつける派だったんですよ。メンバーフィールド名に。で、しかも後ろに。で、後ろにアンダースコアをつけるっていうのは、まあ、なんか C++ 使いの人はなんか分かってくれるかなって思うんですけど、まあ一応C だったか C++ だったか、あの辺の、何だったっけな、標準規約かなんか、ちょっと分かんないですけど、あの辺に、後ろにアンダースコアがついてるやつは、まあ、なんか、どれにも重複することがないと、想定される、標準の定義と、勝ち合わないっていうのが、想定できるみたいなことがあり、前にアンダースコアをつけるより、後ろにアンダースコアをつけた方がいいみたいな、まあ、よく言えばしっかりした、回避策。悪く言えば古臭い、なんか、堅苦しい、規約みたいなのがあって、確かね、そこから来てるんですよ。で、後ろにアンダースコアとかつけてるんですけども、やっぱりね、なんか周りみんな、アンダースコアつけない人たちばっかりなので、まあ仕方がないから体をそれに合わせ直すかと思って合わせて今はアンダースコアつけなくなってるんですけど、こういうのに遭遇するとね、つけといた方がいいかなって気がなんかまたモリモリとしてくるんですよね。これね、ディスつければいい。まあ確かにその通りなんだけど、もうつけ忘れると痛い目に遭うパターンばっかりなんですよ。嫌だなぁ。どうしよう。で、ここをインデックスとかにするじゃないですか。そうすると途端に意味がなんかいい、なんか分かりにくくなるんですよね。はぁ、みたいな。まあ、ちょっとそれはもうちょっとだけ方針の先延ばしします。せっかく体はね、ようやく慣れさせてきた感じはあったんですけど。ああ、これ、ニューインデックスってありますね。まあ、セットインデックスの場合、新しいインデックスに設定するので、ニューインデックスって名前を付けたんですけど、まあ、これと同じ感覚でいいのかな。ああ、じゃあ、なんとかインデックスにすればいいのか。ここの NQ ニューパスは、ああ、でもターゲットインデックスって書きたくなりますね、その場合。で、ターゲットインデックスは意味わかんないですね。まあ、ブランチターゲットインデックス、こう長で、それはこんな風になるみたいな話。こいつもあれですね。こいつもコンストラクターに渡ってるってことは、こっちの名前も直した方がいいですね。これもピークで直しますか。ああ、やっぱりインデックスになってる。これちょっとブランチターゲットインデックスに直してみると、おお、こんなとこにターゲットインデックスがあるじゃないですか。はあ、これは、まあメンバーってこともあるので、IL バイト、インデックスにしときますか。こいつも IL バイトインデックスで、この場合は引数で受け取って入れるので、まあ問題ないっちゃ問題ないですね。こういうふうにしときますか。
あ、ここも直したいですね。スタックインフォメーションズリストも、これもスタックインフォメーションフォルダーリストにしときますか。これなあ、これは収集した後ですね。まさにスタックインフォメーションの配列なので、まあこれはまあこの名称でいいかな。はい、こんな感じですね。なんかまだいろいろしっくりこないんですけど、ファイルバイツ、この名前ね。もの自体はこれでズバリを表してるんだけど、添え字との関係性が全く見えないですね、これ。この名前だと。デコーデッドパスナンバーズはその通りなんですけど。アット、インデックス。マジか。こう？さすが意味わかんないな。ファイル、ホワイトインデックスにします？めちゃくちゃ長いですけど。そうすると、パスナンバーは、これもなんかもうちょっとわかりやすくしたいので、レコーディングパスナンバーにしときますか。そうするとなんかこっちとの対応がなんとなく見えますね。ああ、とりあえずこんなとこですかね。あとどうにかなるかと言われると、どうにもなんない。ちょっと、機械的にリファクタリングしたんで、おかしいとかないはずですけど、テストは通しておきましょう。はい、大丈夫ですね。一旦、保存しときます。リファクタ。で、まあちょっとデコードをこのテキストの整理は、まあ、このぐらいにしときましょう。まだちょっともやもやしますけど、進めてって、よりふさわしい名称とか思いついたら、まあ、その時に直す感じでいきましょう。それから、前回、ちょっとだけ課題として上がったラベルの名前ですね。これを今後テストコードを書くときに、そのラベルのインデックスの物理的な位置を番号としてテストコードにも書かなきゃいけない。これですね。これなんかそうですね。これラベル L00F になってるんですけど、この F って要するにオペコードのオフセット、まさに今見てた IL バイトインデックス。の値を指すように、この番号をラベル名として付けなきゃいけないと。でこれだと、こうテストコード書くたびに、いちいちこれいくつなのかって調べなきゃいけないんで、かなり大変ですね。めんどくさい。めんどくさいので、ここを例えば、ラベルが使われるたびに、その1位となる、番号が順番に予測可能な形で順番にこうラベルが付けられるみたいな法則にしてすることができれば、そうすれば例えばこのソースコードで言うなら、これってラベル1個しかないので、例えば0番から始まるんだったら L0000 になるなって予測できるので、まあ何も調べる必要なくこう直接テストコードをタイプできるわけですよね。なんで、こういう方向に直したいなと思っていると。で、ちょっとこれ一回戻しますね。じゃあまあ TDD でやりますか。今説明した通り、このラベルは0になる。こんな感じですね。他のテストも、基本ラベルは最後にロズリンが勝手に生成するラベル
1個しかないはずなので、これになるはず。ここもですね、これになる。それからここもこれになる。で、最後のこれも0になる。こんな感じですね。これテスト通らないことを確認しておきます。はい、全部エラーですね。で、ここから直すわけなんですが、どうやろうかって話なんですよね。で、番号を順番に適用していくためには、こうラベル、GoTo とラベルの対応付けを、仮にしておいて、その時に番号をあの適用して しまうと、そうすると後から、それを検出するのが難しくなるかな。ですね、どういうことかというと、はあ、すいません、ホワイトボードに切り替え忘れてた。かあ、またやらかした。すいませんね。説明します。今の説明は動揺している。今の説明は、このラベルを上から順に番号をつけていった場合、1,2,3 みたいな番号をつけていった場合、まあ、例えば2箇所のラベルが GoTo で参照されている場合、こんな感じになるんですが、その後、テキストライターにソースコードを出力する時点で、is in use ラベルを使ってラベルが使われているか使われてないかを確認し、使われてなかったらラベルを出力しないっていう方法でやると、そうするとこんな感じになって、最初のラベルはいいんだけど0だけど、ここで使われているラベルがなぜか15になっている。これは本当は01になってほしいですよね。あの0が使われているので、その次に001になってほしい。連番でつけるっていうのはこういうことなんですよね。だけど今は、内部でその、デコーダーのイテレートをするタイミングで、そのインデックスが進むことに合わせて、ラベルを、生成してるんですよね、メイクラベルで。なのでこの方法では あかんってことですね。じゃあどうするかなんですけど、その場で生成しずに、その場では参照のようなものを生成する。まあ実際参照でいいと思うんですよ。なんか小さい、それを表す、そのインスタンスを表すだけの小さいクラスを作っておいて、例えば、まあ、ラベル、まさにラベルですけど、ラベルクラスというのを作っておき、で、メイクラベルしたら、こいつを入して、返すっていうふうにしとくと。で、そうすると、インスタンスの識別ができるようになる。こいつに対応するものはこれみたいに識別できるようになるので、最後に、この is in use ラベルで確認するときに、このラベルのインスタンスを渡したら、そしたら使われてるか使われてないかは分かると。で、使われている場合は、そこで初めて、番号をインクリメントして、このラベル名を生成して返すみたいな感じにすれば、なんか使われているところだけを順番に番号付けしていくっていうことができるんじゃないかなと思います。で、しかも、最後のステップでは、上から順に、その評価をしていく、ソースコードが出力された順に評価をしていくので、必ずその順に、ラベルの番号がインクリメントされていくということになるので、テストコードを書くときにも上から順にインクリメントされた番号でラベルをつけていけば、なんかシステムコードが手で書けるという流れになりますかね。なので、そういう方針でやってみることにしましょう。まずですね、レコードコンテキストで、そのラベルを、今、ラベルネームズというハッシュセットがありますね。で、1位に識別できるインスタンスが格納できればいいと。で、そういう器となるクラスを用意する必要があるので、こいつは、アセンブリープ
ライベート、まあ、つまりインターナルですね。インターナルで用意する必要があるので、まあ、ここに曲がりする感じで、インターナルシールクラス。これインスタンスを 1に識別できなければいけないので、構造体、小さいけど構造体ではなくてクラスにします。で、ラベル。こいつはコンストラクターを持っているだけのこういう小さいクラスを作っておきます。で、さっきの、ハッシュセットですね。こいつはこのラベルのインスタンスを保持するようにする。そしてこれラベルネームズじゃなくて、もはや名前ではなくてラベルズになりますね。よいしょと。まあこんな感じですね。で、このラベル図を使ってるところが今、ストリングからラベルクラスに型が変わったので、当然エラーが出る。ああ、これそうですね。is in use ラベル。で、ここはストリングを渡すんじゃなくて、ラベルのインスタンスを渡すように変える。よいしょ。で、ラベルクラスはイコールズとか、オーバーライドしていないので、これは参照の比較になります。なので、参照が一致していれば、in use っていうことになりますね。で、is in use ラベルは、ここであるかないかを確認するだけではなくて、ある場合は、その名前を確定させたいですね。L の0001なのか、0002なのか、まあなんかそのラベルが取れるようにしたいですね。ラベル名が。なので、まあちょっと、あんま微妙ですけど、どうしようかな。ルックアップラベルとかにしますか。で、リファクタリングで関係のあるところの名前を変えておき、まあ、簡単に、ストリングを返すことにして、このラベルが、内部的に知られたものであれば、その、ラベルの名前を返す。そうでなければ、ヌルを返すみたいな感じにしますか。そうすると、一度生成したラベル名はどっかに覚えておかないといけないですね。方法は2つあるかな。1つは、今これハッシュセットにしてるんですけど、これを辞書にして、で、生成したラベル名を格納、辞書の値として格納するか、まあ、あるいは、ラベルに直接引けない、インターナルな、メンバーを持たせておいて、で、そこから取得するよう、そこに格納するようにするかのどっちかですね。どうしようか。とはいえ、これ、インターナルにしても、今同じアセンブリ内にあるから見えちゃうんですよね。じゃあ、まあ、辞書にしときますか。今、ハッシュセットですね。これ、辞書に変換します。キーがラベルになります。そして、ラベルの名前が、値として格納される。そういう、辞書にします。new ですね。こんな感じ。はい、こうしておきます。そして、さっきのここのルックアップラベルですね。これが、コンテインズで、どうしようかな。ラベルズの、トライゲットバリューしてもダメか。じゃあ、こうしましょう。ラベルズコンテインズキーラベル。まあ、存在するかどうか確認します。で、存在する場合、これトライゲットバリューでいいか。トライゲットバリューで、ラベルを指定して、
アウトバー、ラベルネームと。はい。で、ラベルネームを返すようにし、存在しない場合は、ラベルネームを新たに割り当てます。これは、メイクラベルネームでいいか。メイクラベルネームでいいんですけど、多分、ラベル名を生成するのは逆にここだけになるので、まずこのメイクラベルネームですね。これの、このフォーマットするやつをここへ持ってきます。そして、このメイクラベルネームは廃止します。いいな、あって。うん、で、こうします。それから、番号を何にするかなんですけど、これは今のラベル図に、いくつのラベルが格納されているかでいいよな、合ってるよね。取得できれば、で、取得できない場合は、辞書の中にないわけだから、こいつのカウント ?N 個っていう、N 個格納されているっていうのを使えば、最初は0個なので、絶対取れなくて、で、ここに入ります。その時、このラベルズカウントは0なので、L の0000が生成される。あとは、まあ、1234とインクリメントされているわけですよね。なので、これでいいと。で、名前生成できたので、改めて、ラベルズに、アットします。ラベルネームと。これで割り当てができたので、そのラベルネームを返すというふうにすれば、1位のラベル名がやってくれば、その時点でラベルが割り当てられる。ラベル名が割り当てられるみたいな流れになりますね。うん、これでいいですね。そして、もはや ILByteIndex から生成するっていうのはなくなったので、これいくつか参照してますけど、もうザクッと消します。そうすると関連する場所がみんなエラーになるので、そこをちまちま直していく感じですね。順番に見ていきましょうか。まず、遠距離入パスした場合に返されるこのストリング。これがラベルネームが文字列で返ってましたね。これは、GoTo ほにゃほにゃの、その GoTo のラベルがそこに出るような感じになってたと思います。で、これがダメなので、ラベルを新たに生成して、ここで返す必要がありますね。そうか。どうしようかな。ラベルが示しているオフセットは、オフセットで、アイルバイトインデックスか。それいりますね。ごめんなさい。いりますね。そうか。じゃあですね。まあ、ここは少なくともラベルが変えらないといけないです。そのラベルには、インデックスが格納されている。ILByteIndex が格納されている。ILByteIndex 格納されている。こんな感じですね。で、やっておきます。ここでラベルを生成します。ここがちょうどニューラベルみたいな感じですね。はい。これでラベルのインスタンスができました。で、ラベル図の辞書にこれを足さないといけないですね。ただし、この時点では名前が決まっていないので、ヌル。
名前は未定ってことでヌルを入れておく感じかな。ああ、いいけど問題があるか。まあいいや。で、ラベルを返すようにします。まあ、ここはいいです。先ほどの、ルックアップラベルですね。ここがちょっと問題があるかな。取れない場合は、新たに割り当てるはいいですね。それから、取れた場合でも、ヌルだった場合は、まだやっぱり割り当てられてないので、名前を割り当てる必要があります。なので、ちょっとここの条件は変える必要がありますね。まず、ラベル名が取れました。なおかつ、ラベル名が割り当てられている場合は、そのラベル名を返して終了。それ以外の場合は新たにラベル名を生成して、設定してやると。で、ここは後だと、すでに存在する場合に NG なので、ここはまあ代入に変えておきますかね。代入式に変えておきます。はい、これでいいですね。こんな感じかな。はい、これで、デコドコンテキストの中身は良くて、あとは、さっきのやつを呼び出しているようなところを直す。あ、これですね。ここは、ラベルのインスタンスを作っては渡してみたいな感じにしなきゃいけないってことか。あ、じゃあさっき、メイクラベルネームは消してしまいましたけど、それに変わるものがいるってことですね。ここか。メイクラベルにしましょうかね。はい。で、こいつは単純に、現在の、IL、じゃあ、インデックス、おお、わからんぞ。これか。これですね。はい。これを使って、ラベルを生成し、それをラベルズにアットし、これ、あれですね。同じ場所でもう一回渡したりとかする可能性ありますね。なので、どうしようかな。ああ、なるほど。トライゲットバリューのラベル、アウトバー、なんか違うな。なんか違いますね。そういうことかな。ラベルの、ごめんなさい、ごめんなさい。辞書の、これですね、これ、インデックスを、インデックスから引けるような辞書にしないといけないかな。これでいいか。ラベルのインスタンス自体はどうしようかな。そのあたり面倒を見ることになるのか。微妙ですね。どうしようかな。メイクで、メイクってやりながら、これのインスタンスが生成されます。そいつは、外側で一旦保持されるけど、あるとき、そこから、必要なのを取得すると。ちょっと何言ってるかわかんないですね。ちょっと考えます。
なんか妙に部屋が暑いな。なぜだ。クーラー切れてないけど。鍋を生成するケーキは2箇所あります。1つは、YL を YL に対応するソースコードを生成する際にイテレートするんだけど、そこにつけるラベルは全部に対してつけていく。まあ、仮にこれを L0 とか L1 とか L2 とかいう感じで、まあ、とにかく、今見てるそのオペコードから始まる、あの一つのセンテンスに対して、ラベルを一個一個つけていく。で、全部つきました。そのうち解析している内容がジャンプ、BR とか BRS とかで L1 とかいう感じで、そのラベルを参照するわけですよね。こういうのが点在する。L15 とか、まあ、こんな感じで存在すると。で、これはこれとか、これは、なんだろう、NQ ニューパスで、IL バイトインデックスを指定して新しいパスとして記憶するわけですよね。なおかつ、ここで、もともとハッシュセットで格納していたその分岐先のこの L1 とか L15 とかいうこの情報が、その辞書の中に格納されます。この中に使用済み、使用済みって言うんですけど、使用しているラベルの一覧。まあ、これやっぱハッシュセットでもいいかもしれないですね。まあ、こんな感じで格納されているという状態を作り出し、そして全部のパスの解析が終わった後、上から順にソースコードを実際に生成するという段になったら、そしたらこのラベルが使われているかどうかをこいつの内容と引き当てて確認をするわけですよね。でこれ L0 はないから使われてない、 L1 は使われてますね。でこの時初めて番号が割り当てられる、L0000みたいなラベル名が割り当てられる。でずっとつけるつけるつけるってやっていく。このソースコードを出力するときにも、こいつですね、こいつを確定す、あこいつを L0000 とかに確定させるためにやっぱりこいつ引き当てをして、割り当てられているラベル名があればそいつをここに当てはめる必要がありますね。なのでソースコードの実際の出力のところもやっぱりね、なんか遅延評価しなければいけないから、これをやろうと思うと、でずっといきます。次ここで L15 が見つかりますね。この時点でここに聞きに行ったら、ラベル名はまだないのでここで生成する。00151号じゃないです、ここの数はインクリメントしますね。01でした。ごめんなさい。はい。っていう風にします。で、ここに代わりに、こいつをはめたソースコードを生成するみたいにやります。だーっと進んでいって、L15 とか出てくるじゃないですか。で、あ、そう、それ言ったらここで発生しますね。ここで生成してます。それから、ここで生成してますね、L15 で。
ここへ来たらこういう問い合わせをするともうすでに作られている、この時点で作られているので、ここは A、 あ、ここが B で、これ A で作られる、こいつは B で作られるみたいな感じですね。で作られました。でもあと参照されるたびに同じものが取れてくるみたいな流れなわけですよ。イテレートしてるときに問い合わせをしに行くそのキーとなる値っていうのは、厳密には IL バイトインデックスですね。 IL バイトインデックスで問い合わせをすれば、そうすればそれに対応するラベルがあるのかないのかみたいなことが分かると、まあ、そこに抽象化されたラベルっていうクラスを導入してもいいけど、ちょっとまあなんか変にややこしくなるとあれだから、一旦はラベルにならない、IL バイトインデックスで指定できるようにしますか。でその上で2通りあるってことかな。名前の生成、そうですね、ソースコードを生成するところでどうやって遅延評価を埋め込むかみたいな問題がありますね。まあ逆に言うとそれだけか。まあやりますか。なんかね、ダメですね、ちょっと疲れてますね。頭あんまり回ってない感じが。ちょっとこのラベル一旦消します。それから、メイクラベル、メイクラベルな、こいつは何で呼ばれるかというとこの一個一個のラベルを生成するために呼び出してますね。つまりこいつの生成はメイクラベルを呼び出して生成してます。ブランチのターゲットは NQ ニューパスの方で、生成してますという違いがありますよね。そうだな、一応いっぱいラベルっていうのを追加しようかな。今消しちゃいましたけど、もう一回追加しようかな。なんかね、イントの値だと落ち着かないんですよね。undo で戻します。でこいつはクラスのインスタンスで1位みたいなことにこだわってたんですけど、別にその必要ないですね。ストラップにしておきます。はい、でこいつは内部に IL バイトインデックスを保持しているラベルという値ですね。はい、そんな感じにします。でそうすれば、このメイクラベルは、まあ、意味を持ってくるんですが、ここで、ラベルを生成して返しますと、このラベルは生成しても、別にハッシュセットにその時点で格納したりとかする必要ないですね。なのでここでは、生成してすぐ返すみたいなコードにしとけばこれで OK という話になります。ちょっとさっき辞書に変えちゃいましたけど、もう一回これをハッシュセットに戻しておきます。あ、本当にハッシュセットかな。あ、違いますね、この対応付けをするにはやっぱり辞書の方がいいですね。ごめんなさい。ここ辞書に変えます。キーは、ラベル1に相当するんですけど、これは要するに深掘りすれば、IL バイトインデックスに相当するので、まあラベルでもいいんですけど、まあイントにしときますか。ラベルにするんだったら比較可能にしないといけないですね。
ストラップとかいいのかな、いいような気がしますね。こんな感じにし、あ、まあ念のためじゃあ実装しますか。ここですね。イコールズでラベル、RHS、リターン、自分の IL バイトインデックスと RHS の IL バイトインデックスが一致してるがイコール。で、あと、オーバーライドで、ゲットハッシュコードで、こいつは、ハッシュコードをいるか、キーにするか言いますね。this の IL バイトインデックスのゲットハッシュコード、返します。で、イコールズは、オブジェクトの方も、実装しないといけないですね。こんな感じ。で、これは、指定されたオブジェが、ラベルなら、型指定されたオーバーロードを呼び出す。そうじゃなければ失敗というか一致しない、どう考えても一致しないので、一致しないと。こんな感じですね。はい、これでラベルは比較可能になったので、辞書のキーにもできるので、ラベルをキーにしておくと。で、これラベルズはやっぱりラベルネームズとかにしておきますか。このラベルをキーにして、ラベルの名前が引けるみたいな辞書ですね。はい、そして、まずメイクラベルは OK。それから、ルックアップラベルは、ラベルを指定して、そのラベルに対応する名前を引きたいんですね。で、そのためには、トライゲットバリューで、ラベル名を引こうとします。で、ラベル名が実際にもう割り当てられていれば、それを返す。そうじゃなければ、この場で、生成すると。で、ここのカウントがまずいですね。まずくないか。まずくないか。まずくないですね。ルックアップラベルが呼ばれない限り、この辞書は成長しないので、なので、このカウントは割り当てられた数だけ増えていく感じになるので、カウントを使っても大丈夫と。で、それを改めて割り当て直して、で、名前を返します。だから、ルックアップラベルはこれで良い。いいですね。それから、あと、ここまではいいですね。コンバーターの方かな。あ、そう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 。で、ここで、メイクラベルネームじゃなくて、メイクラベルとやると、ラベルのインスタンスが得られます。こんな感じですね。で、このラベルを IL データにほじっておきます。なので、IL データの方も変える必要がありますね。ここですね。ラベルと。はい。で、コンストラクターの引数にもラベルのインスタンスが渡されるみたいな感じにしておくと。これでいつでもラベルが引けるようになりました。あとはアプライのあたりですね。この辺で、ジェネレーテッドソースコードにラベルを移します。この辺問題ですね。アプライすると、その場でソースコードが生成されてしまうんですよね。なんですが、このソースコード、これ BR って書いてありますけど、GoTo なんとかっていうふうに書く場合って、その GoTo のラベルの、ラベルはまだこの時点で確定できないんですよ。なので、そのソースコードが出力できるような、その遅延評価の関数というか、それを保存しないといけないですね。
これとかね、ちょっとややこしいですよね。 C シャープで書いてるとね、 F シャープとかで書いてると自然に書けるんですけど、ちょっと考えちゃう、あれどうだったっけなとか言って考えてしまいますね。これはアプライではなくて、アプライを実行する関数を保存するみたいな感じに本当はしたいんだけども、どうしようかな。その関数を実行するときには、このラベルのインスタンスと、それからデコードコンテキストの両方が必要ですね。でない と、新しいそのラベル名は取得できないので、なのでまずラベルを保存しなければならないのは確かで、ジェネレテッドソースコード、これですけど、ここにラベルネームではなくてラベルを格納するようにしておくと、なんか黙々とやってますな僕。それから、ソースコードは、ストリングで受けたらこの時点でもうソースコードとして出ちゃってるって話なので、それではまずいので、イメージとしてはこうですね、こう、使用する要素はクロージャーになってればいいと言えるか、でもこの関数を呼び出すときに、辞書が引けなきゃいけないので、厳密にはこれだけではまずいかな。ソースコードを生成しているのは IL コンバーターのそれぞれの実装ですよね。まあ今問題になってる GoTo はこのBRS コンバーターのここの部分なんですけど、デコードコンテキスト渡ってきてますね。なのでクロージャーに収めるべきコンテキストは、一つはここから得られる、あとはラベルですね。ラベル、あ、いいか、それあれですね、もうすでにここで遠距離入荷して帰ってくるのってラベルネームではなくてラベルになってますよね。なので手元にラベルもありコンテキストもある、本当はこう書きたい、コンテキストのルックアップラベルって書きたいわけですよ。まあ実際これこの通り書けてコンパイルも通るんですが、この時点でルックアップしても困るんかな、本当に。GoTo が最初に現れたタイミングでルックアップされればそれでいいって言えるか。つまり、こっちのラベルは実際にそのラベル名をつけるかどうかは保留される、遅延される。けど、BRS とか、まあ、要するに GoTo なんとかっていうのを生成するときには本当にそのラベルがないと困るわけですよね。なのでこれらが現れた時点、さっきここで丸 A はここって書いたけど、こっちではなくてここ、 GoTo を生成するときにラベル名を生成してしまう。なのでここへ来たらこれの値を見ると最初ないのでヌルになっているので、ここで割り当てを行い、それがここに当てはまるみたいに考えると、そうすると当てはまっているのはこれとこれの2つだけになりますよね。で、全部のパスの解析が終わった後、ラベルをつけながらソースコードを出力するときには、ここでこれらのものについて、ルックアップすればいいのかな。ああ、そこあれですね。トライゲットみたいな感じなのか、トライゲットラベルネームみたいになるのか、こちらからの要求だけで、このラベル付与の要求だけで生成はしないんですよね。必要ないものには生成しないので、なのでそれはトライゲットラベルネームみたいになり、生成するタイミングはあくまでもこれだけ、遠距離ニューパスだけってことですね。なんかそれでいいような気がしてきました。
はい、こいつどうしようか。じゃあ結局遠距離パスではラベルネームがダイレクトに返ってきて構わないってことですね。でここで割り当てをしますと。で遠距離パスの中身はどうなるのかというと、まずこれがラベルではなくてストリングでラベルネームが返るとします。ここですね。あー、なるほど。さっき、ルックアップ。これか。ここでやっていた、このラベル名ですね。このラベル名の割り当ては、ここでやればいいってことですね。これではまず、これでもいいか。こんな感じですかね。で、ラベル名が生成されました。それは、この今のラベルネームズの辞書の、最大値を取ることによって、インクリメントされたラベル名になります。そして、それを辞書に追加します。ラベル名を。これ、キーも、やっぱりラベルいらないかな。微妙やな。対外的にはラベルクラスを、ラベル構造体を使うことにしますか。なので、ここは、アットの、インデックスですね。インデックス。ブランチターゲットインデックスを指定すると、それに対応するラベル名が引けるみたいな感じにしておいて、こんな感じですね。で、辞書を、ラベルをキーにしたやつじゃなくても、これもイントでいいです。多分、わかるような気がします。ラベルネームズ by インデックス。IL バイトインデックスとかにしときますか。これもちょっとなんか名前長いですけど、こうしとけば間違いないですね。はい。そして、ラベル構造体は、もはやこのラベル構造体を使って比較とかしないので、まあ結局イコールズの実装とかは、まあ一旦削除しておきます。で、こんな感じでスキーさせた感じにすると。はい。で、そうすると、メイクラベルはラベルを生成します。これはいいです。まあこれいらないかな。なんかニュー。外でニュースを、ああ、でも IL バイトインデックスがいるか。まあいいや、これで。で、ここが、try get ラベルネームみたいな感じで、ラベルを指定すると、それに対応するラベル名があれば返されるみたいな、まあこういう、あれですね、メソッドを用意しておくと。まあ、try の、シグネチャーに合わせる感じで、アウトストリングラベルネームとかにしますか。はい。で、それをやるためには辞書で、ラベルの中に格納されている IL バイトインデックスをキーに、値を取り出そうとする。これはない。で、値が取り出せたとして、なおかつ、そのラベル名が存在すれば、ヌルじゃなければって言ったんですけど、もはやこれは必ず生成するようになったので、条件としてはいらない。なので、これだけでいい。取得できたら、その、そのままトゥルーを返す。取得できなかった。フォルスを返せばいいかな。エルスリターンフォルス。これまあ要するにこうすればいいのか。トライゲットバリューで、こう。あ、以上。あ、だいぶ簡単になりましたね。はい。で、こいつの中では、ラベル名を直接出します。じゃあ、あとは、イテレーションしているところですね。ここでラベルを保存しています。
ここの、遅延評価じゃ なくてよくなったので、ソースコードは直接格納しておきます、まあ、対応するラベルももちろん保存しておきます、大丈夫ですね。これ使ってるやつがいないって話だな。で、最後の、出力のところですよね。レコードコンテキストの、is in use ラベルがなくなって、try get ラベルネームと。で、ラベルを指定して、out bar ラベルネームを取得すると。これに成功したら、このラベル名を、ソースコードに出力するってことですね。はい。こんでいいかな。なんかちょっと、そんなに難しくない話だったような気がするんですけど、ちょっと右往左往しましたけど。うん、これで、ランオールする。あ、通りましたね。はい。で、通ったってことは OK ですね。テストコードは、あらかじめ TDD で、ちゃんと L0000 で番号は、つくようになってますね。ちょっと分岐先が N 個ないので、ちゃんと1、2、3っていうふうにインクリメントされていくかどうかは今確認できてないですけど、まあまあ、まあ、それ NG だったらすぐわかる話なので、まあ、これでいいでしょうという感じですね。はい。ということで、ラベルの対応と、それから、こまごまとしたインデックスほにゃほにゃに関する、リファクタリングですね。ができましたということで、あ、疲れますな。こいつらをコミットしておきます。サポート、ユニークラベリング。それから、リファクターインデックスネーム。はい、こんな感じですね。はい、これタグつけておきましょうか。シャープ、6-10。はい、なんか、この後8ビットとか16ビット、それからフロートとダブルの対応をやりたかったんですけど、なんかえらい時間がかかってしまったので、ここで一旦17回は切って、まあ、18回に持ち越したいと思いますので、今回は以上になります。じゃあ次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。